皆さんこんにちは。指宿商業高等学校の学校紹介へ来てくださりありがとうございます。生徒会長の下原井学人です。今日は指宿商業高等学校の3つのことについて説明いたします。1つ目は学科紹介です。どうぞ。指宿商業高等学校では商業マネジメント科、会計マネジメント科、情報マネジメント科の3学科があります。それでは3学科の説明に入ります。商業マネジメント科です。商業の各分野について体系的・系統的に理解し、実践的・体系的な活動を通して職業人・企業人として必要な能力を身につけます。会計マネジメント科です。簿記会計分野の知識を中心に商業の各分野について理解し、企業のリーダーとして経済社会の発展を牽引できる能力を身につけます。情報マネジメント科です。情報処理分野の知識を中心に商業の各分野について理解し、高度情報社会の即戦力として活躍できる能力を身につけます。2つ目は年間行事です。どうぞ。We'll be right back.
ぜひ指宿商業高等学校へ入学してください。せーの、待ってます。